こんにちは、コートビジョンのトーコです。今週も激闘が繰り広げられたダブルリーグですが、やっぱり2ディビジョン戦になったことでわからない試合が多いですね。どっちが勝ってもおかしくない試合ばかりです。まずは勝敗予想の結果から見ていきましょう。プレミア第3週の勝敗予想と対戦結果はこんな感じでした。全8試合の中で合っていたのは6試合ということで、的中率は 75% という結果です。結果的には予想は合っていましたが、内容は想像と違うというのが多かったです。一方、フューチャーの予想と結果はこんな感じ。4試合中4試合ということで全部合ってましたね。東京羽田とアラン・マーレは先に実施されていましたが、東京羽田の連勝はすごいですね。開幕連勝をフューチャーで唯一守り抜いています。先日、渡嘉敷選手と高田選手の対談動画もアップされた因縁の対決、結果はデンソーの2連勝となりました。内容としては割と自力の差が出た印象です。4試合とも出だしからデンソーの勢いに愛心が飲まれ、追いかける展開に。第1試合では後半の始まりくらいで一度追いつきましたが、終盤にはまた一気に差をつけられて、結果的に10点近い差をつけられてしまいました。馬瓜選手と高田選手の安定感は凄まじいですね。調子の波というものが存在しないように思えます。一方で愛心では山口選手が良かったです。特に第1試合では37分35秒の出場時間で3、3本を含む13得点をマーク。積極的にリバウンドへも飛び込むので、愛心にとっては重要な選手です。ただ馬瓜選手、高田選手、ひまわり選手を擁するデンソーのインサイドの硬さは尋常ではないです。開幕6連勝で単独首位となりました。ここはかなり差がつく結果となりました。第1試合ではシャンソンの内選手が24得点14リバウンドの大暴れ、堀内選手とのコンビネーションも見られてよかったですね。小池選手も7得点14アシストとガードとして申し分ない活躍。35得点が小池選手から生まれていると思うとものすごいです。第2試合でも内選手が大活躍、17得点12リバウンドと連続ダブルダブルを記録しました。第1試合では調子の良い選手をずっと起用するシャンソンのスタイルでしたが、第2試合では一番長くても白崎選手の28分12秒とライブタイムシェアを意識した起用になっています。第1試合では序盤からシャンソンがリードを守る展開でしたが、第2試合では後半まで拮抗した試合展開だったので、この辺りも選手の起用に影響してきそうですね。対する日立ハイテクは今一つスリーが決まらなかった印象。奥山選手が第1試合では18得点5リバウンドと活躍しましたが、第2試合では4得点に終わってしまいました。その分を中野選手が補う形で第1試合、第2試合ともに15得点を記録するもシャンソンには及ばず、乗っている内選手を止めるのは至難の技ですね。日立ハイテクは今週も連敗ストップとはなりませんでした。依然、山本選手が帰ってこないトヨタ自動車は厳しい戦いに。開幕連敗をストップさせることができません。高さのないトヨタ自動車に対して、トヨタ紡織はジェシカ選手のインサイドで徹底的に攻撃。第1試合では23得点16リバウンド、第2試合では20得点15リバウンドと無双状態に。東堂選手の3による援護射撃もあり、トヨタ紡織は連勝となりました。ただ、トヨタ自動車も一方的にやられたわけではなく、第2試合ではインサイドの要となる田中選手が22得点の活躍。桂選手も短い出場時間ながらしっかり成績を残しました。ただ、リバウンドが取れないというのはやはり厳しいですね。今回も第1試合はトヨタ自動車27本に対してトヨタ紡織が42本、第2試合も25本に対して36本と大差をつけられています。そしてその大半がジェシカ選手によるリバウンド。トヨタ自動車も安間選手や横山選手などが飛び込んで取っていますが、それでもやはり高さがないというのは難しいところです。正直頭一つ抜けていると思った富士通ですが、エネオスとは1勝1敗という結果になりました。富士通は内尾選手がいない状況ではありますが、さすがエネオスといったところですね。第1試合は非常にロースコアな展開。富士通の強力な武器である3がほとんど入らず、23.8% の成功率にとどまりました。それでもジョシュア選手や宮沢選手のインサイドを起点に、なんとか点を取り、7点差の僅差でエネオスに勝利。ちなみに、町田選手はリバウンドとアシストでダブルダブルを記録しています。続く第2試合では、打って変わって乱打線な展開に、町田選手や林選手が牽引するも、宮沢選手が当たらず、リバウンドも33本に対して50本とエネオスに支配され、なかなか厳しい戦いとなりました。一方のエネオスはオコエ選手が大活躍。第1試合では9得点6リバウンド、第2試合では20得点11リバウンドと、エネオスを攻守で引っ張りました。
オコエ選手は以前とはだいぶプレーが変わった感じがしますね。前は割と3が主体の選手だったイメージでしたが、今年はガンガンドライブで攻めていくようになっています。前は富士通所属だったので役割が大きく異なる部分だとは思いますが、体の使い方などこんな器用なプレーができたんだと驚いています。あと宮崎選手も良かったですね。スタッツも良いですが、試合中の表情が本当にいいです。仲間のミスを励まして悪い雰囲気を明るく変えるのは宮崎選手の数字では現れない活躍です。富士通の調子が悪かったというのも否めないですが、エネオスも確実に力のあるチームですね。以上、第3週の振り返り動画でした。これからもダブルリーグがちょっと面白くなるような情報を発信していきますので、チャンネル登録と高評価、 Twitter のフォローもお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。